UV レジン、ンナチチュラルルルルボボタニカルキーボード皆さんこんこにちは、パルチャンネルです今回もキーボードを作っていこうと思うのですがドライフラワーやプリザーブドフラワーをたっぷりと使ったナチュラルなテイストのボタニカルキーボードを作っていきたいと思います。今流行りのくすみカラーそして天然の素材を生かした柔らかい雰囲気のキーボードとなりました。 それでは今回使用する材料ですこちらは100均で揃えたえドライフラワーたちですとてもあの使いやすいパックになっているんですけれども、えー、全て使うことができませんでしたこちらは造花ですね、えー、いろいろ集めてデザインを考えたんですがこの3つをメインにしたいと思いますそしてこちら、えー、ちっちゃいお花がですねやっぱり使いやすかったのでこれをメインにして ホワイト、そしてグレーっぽいカラー、そしてこの紫っぽいカラーを合わせていこうかなと思います。ふわふわの猫コじゃらしも使いたいですね。実はこういった鮮やかなカラーのドライフラワーも用意してたんですが、えー、仕上がりが鮮やかでとっても綺麗で作りたかったんですけれども、今回はこちらの大人っぽいテイストのくすみカラーで仕上げたいと思います。鮮やかな方はまたいつか作りたいなと思っております。 ゴールドのパーツグリッターそしてマットゴールドのネイルホイルですねこれがですねすごく上品な仕上がりになったかなと思いますそしていつも使っているパールですねこれとてもキーキャップに使いやすいですこちらフォージ63キーボード今回はですね新しいキーボードを購入して茶軸のものを選んでみました というか、茶軸のしか売ってなかったんですよね。え前回作ったえこちらのキーボードは青軸です。音と押し心地が違うんですよね。ちょっと今、違いがわからないので、えー、また後日お見せしたいと思います。そして、いつも使っているキーキャップのシリコンモールド。で今回使用するレジンは、 えー、スケ本舗さんのミラクルレジンですね前回使用したものネオレジンよりもサラサラとしたタイプのものでドライフラワーなんかにはちょうどいい使い心地がいいものだということです。そしてこちらはプリリリザーブドユーブユユカカグニーユーカリといいうものらしいですね、えー、丸い形がとても可愛らしかったのとどうしてもこの色味が欲しかったので追加で注文して、えー、合わせていきました。 それでは、えー、今回こちらの材料を使って作っていきたいと思います。それではまず最初に今回のキーキャップの作り方をあのお見せしたいと思います。接続パーツにレジン液を入れて準備をしておきます。えー、こちらお花をですね三本三つか二つくらい用意して。えー 先端を取ってレジン液の中につけておきます。ピッとカットして、えー、実際に硬化する前に、えー、ドライフラワーなどはあのレジン液に浸して、えー、気泡を抜いておくと仕上がりが綺麗になるかなと思います。そしたら、えー、少しですねレジン液を 流したシリコンモールドの中に今、えー、レジン液に浸したドライフラワーを沈めてパールを入れていきますこの時にあの配置をしていいっちゃいますね。そしたらもう一度あの押し込んで気泡を抜いておきますその都度確認することが大事ですね。で蓋をしてあの接触してないかを確認したら硬化します 硬化が終わったらえパーツがずれないのでレジン液を足して、えー、こちらのゴールドのパーツを散らしていきます。これがかなりゴージャスな感じになりましたね。そしたら、えー、グリッターをふりかけていきます。たっぷりと入れていきました。そしたら、えー、バッグにですね、このホワイトの紫陽花を沈めて、少し色味がわかるようにしました。 えー、たっぷりとレジン液を入れて、先ほどの接続パーツの部分を乗せて硬化します。はい、硬化が終わりました。この瞬間がね楽しみなんですけれども、えー、今回ドライフラワーなので、動きがどうなるのかがすごく不安でした。えー、仕上がってみないとねわからないというところもまた楽しいところなのですが、やっぱり自然の素材は難しいですね。 はい、えー、周りのバリをカットして裏面のバリもしっかりと取っていきます。はい、あらかたカットしたらヤスリで削っていきます。はい、これで土台が出来上がりました。 そしたらえ、こちらのネイルホイルを使用したいと思います。ちなみに普通のゴールドはこういったカラーで、マットゴールドを使用すると、今回の雰囲気にとてもぴったりで、上品な仕上がりになるかと思います。このくらいでカットして、本来でしたら爪に乗せて使うものなんですけれども、えー、側面にノンワイプのトップコートを塗っておきます。こちらはレジン液でも大丈夫です。そしたら、先ほどカットしたホイールを、 こんな感じでキーキャップの下半分にのせますそして、えー、このトップをピンセットを使って押し出してしっかりと密着させますこんな感じですねピーと直線になるように気をつけながらこのまま硬化しますはい硬化が終わりました 触っても大丈夫です。そしたらピーッとこのホイールを剥がすと、えこんな感じで、えー、しっかりと密着した状態で、えー、フラットにすべてのホイールがくっついた状態になります。ほんの少しはみ出た部分をヤスリで削っていきます。はい、これでまっすぐになったかなと思います。えー 硬化する前のレジンだったりノンワイプのトップコートにこのホイルを直接乗せて硬化すると今みたいにとても綺麗な仕上がりになりますので、えー、今回は少し大変ではあるのですが1面ずつこんな感じで、えー、ホイルを乗せて作っていきましたで、えー、硬化をしたらこの接地面ですねここを少し。 まっすぐになるように削っておきます裏面も同じように下半分にホイールを乗せてしっかりと密着させるのがポイントですねこれでだいぶ綺麗な仕上がりになるかなと思いますで、ちょっとピッと引っ張ってまっすぐな状態にして確認をしたら特に四隅の部分ですね硬化をして剥がしますはい出来上がりました これがね、かなりあの大変な作業ですが、えー、これでこのゴールドが入ることによって今回のデザインしっかりとメリハリがつくデザインになったかなと思いますそしてさらにですね、えー、このホイールの部分はコーティングされてませんので、えー、全てのホイールを載せたら側面もコーティングしていきますで1回ずつしか硬化できないので側面1箇所ずつ1面ずつ 硬化をしていきますはい、えー、一つのキーキャップを作るのに結構手間がかかるのですがこんな感じで、えー、仕上がりましたそれでは3522の列を作っていきたいと思います。えー、の列はこのピンクのお花を使って、えー、一列統一して作っていこうかなと思います。 今回のキーキャップを作るにあたって、えー、やっぱりデザインをいろいろ考えたんですけれどもあのそれぞれお花の形がみんな違うのでやっぱりそこが難しかったですね大きさも違うので、えー、バランスというか色味の感じもやっぱり見え方が違ったので、えー、一つ一つ考えながら作るとあのやっぱり時間がかかってしまいました。 ここのキーキーャップはこんな感じで仕上がってます。少しゴールドが多かったかなと思いましたので次はホワイトを多めにしたいと思います、えー、全部並べた時にですねやっぱり少しあの暗い印象になってしまうのでホワイトを多めに入れて今回のくすみカラーの色味を調整していきましたはいそしたら、えー ホワイトの紫陽花を入れて、えー、裏からもね、あのゴールドを散らしていきます。はい、こんな感じで仕上がりました。うん。お花は一つですね。こういった感じで少しバランスを見ながら、あのホワイト多め、ゴールド多めという感じで、えー、作っていきます。 こちらは大きいお花を一つに小さいお花を二つ、そして間にパールを入れて背景にホワイトを乗せてという感じで作りました。はい、毎回ですね、これどんな仕上がりになっているのか緊張しながらモルドから取り外しておりました。 こちらはホワイトがメインで仕上がりましたね。並べてみるとこんな感じです。えー、間にですね、えー、ホワイトを交互に入れて、ちょっと並べ替えてみたいと思います。こういう風に濃い色が重なると、やっぱり暗い印象になってしまうので、えー、ここでバランスを見ながら調整していきます。こっちですね。はい。順番が決まったら、えー、こちらのネイルステッカー。 今回はホワイトのものを選びましたゴールドのものと迷ったんですけれどもあの乗せた時にゴールドが強めになってしまうので、えー、ホワイトを選びました、はい、ステッカーを貼ったら表をコーティングしていきたいと思いますまたノンワイプのトップコートや、えー、レジン液を乗せてコーティングをして 硬化をして完成となります。はい、こちらで三五二二の列、ピンクのお花の列が出来上がりました。 それでは3523の列を作っていきたいと思います。こちらはイエローのお花で、えー、統一していこうかなと思います。あのこのイエローのお花は形がすごく良くて鮮やかな発色だったので、えー、とても使いやすかったですね。あのパッとお花が開いた状態に硬化できて良かったです。そしてホワイトとの相性もすごくいいですよね。爽やかな感じがいたします。 え作り方は同じですね、はい、こんな感じででで仕上がりましたとっても鮮やかでいいですねこのイエローがなかったら今回のキーボードだいぶあの色が本当にくすんだ感じになってしまうかなと思ったのでイエローは大事でしたねなので今回は3523の列に中央に持ってくるようにイエローを配置しました。 出来上がりました。チロルチョコみたいですよね。そしてこういった感じでたまに気泡が入ってしまうのかあの穴が開いた状態になってしまうことがあります。そういった時はもう一度レジン液をのせて、えー、同じ面にフィルムを乗せて硬化して剥がすと綺麗にまた転写されます。 たまにですねそういったのがちらほら出てきてもしくはあの少し端の部分が欠けてしまったりとかした場合には同じように後から追加で、えー、ノンワイプのトップだったりレジン液を足してホイルを乗せてもう一度硬化するという感じですね。はい、こちらは大きななお花一つなんですが、えー とても形がいいのでこれだけで、えー、いいデザインになったかなと思いますそれではどんどん作っていきたいと思います こちらで3523のイエローの列が出来上がりましたこちらのイエローのお花は本当にどれも形が良くてあの鮮やかなカラーでとても綺麗に仕上げることができたなと思いますそれでは3524のブルーの列を作っていきたいと思いますやっぱりですね今回私はこのブルーのカラーが一番好きな色だなと思いました え爽やかなんですが優しいカラーで、えー、くすみブルーというんでしょうかねとてもいい色だなと思いましたイエローはやっぱりなくてはならないカラーであの鮮やかさを出すために必要なカラーではあったんですが、えー、好きなカラーはこちらでしたとっても優しい雰囲気になりましたね、えー ですがね、このブルーのお花は不揃いで、えー、形もバラバラで量もなんか少なかったんですよね使ってないんですけれどもなのであのこんな感じで天然の素材にはばらつきがあるのでこちらのブルーは一番少ない3524の列に配置をいたしました。 またうまく転写できなかったところが出てきてしまいました。そういった場合には、あの同じホイルを使うことをお勧めします。こんな感じで埋めたいところ、同じ位置に残ったホイルが転写されますので、修正をするときはえそのままのホイールを使うことをお勧めします。 えー、少し大きめのホイールを使ってあの埋めてもいいんですけれどもぴったり埋めるには一番綺麗に仕上げるには同じホイールを使うのがいいかなと思いましたですがね今回たくさん使用いたしましてあの最後の方ですねつぎはぎ状態になってしまいました。えー、表に見えるところはまっさらなな綺麗 ホイルを使うことができたんですけれども、あのちょっとした端の部分だったりとかは、えー、残りのホイルの継ぎはぎを使って作っていきました。ホイルはね、あの多めにあった方がいいかなと思いました。 こちらで爽やかなブルーの三五二四の列が出来上がりました。今回はですね、文字だけを作っております。後ほど、あの対になっている記号の部分は作っていきたいと思います。はい、それではその他のキーキャップを作っていきたいと思います。こちらのグニーゆうかり、やっと使えますね。ではまずスペースキーから、このくらいカットして長い状態で使いたいなと思います。 えー、接続パーツの部分にレジン液を流して準備をしますこれがですねかなり立体的な構造だったので配置にすごく悩んでしまいました、えー、スペースキーは毎回難しいんですけれども今回もですねたっぷりとこちらの素材を入れていこうと思います、えー、そしたらですねレジン液を流してまずはゴールドをほんの少し配置していきます こちらのゴールドのパーツも残り少なくなってまいりましたそしたらこちらのユーカリを浸して下に配置したらこのふわふわの猫じゃらしののようなものこれをそのままましていきますで、えー、このグレーの紫陽花を見えるところに配置をしていくんですけれども、えー、この配置結構難しくって、えー、表から見た時にどういうふうに見えるかを考えながら配置をしていきます 液を足す時は立体的なところに流し込んで気泡を抜きながら流していきます先端部分にえこちらのユーカリを入れてえこのお花も少し見えるように配置をしますスペースがあるとそこから見えますので、えー、そこをめがけて入れていきますでこちらの濃い紫陽花なんですがこれもアクセントになるようにちらほらと散らしていきますこんな感じでしょうか すべ、えー、てのパーツを入れ終えました。あのだいぶ早く説明してしまったんですけれども、これかなり配置をするときに、えー、計算しないと見え方がちょっとおかしなことになってしまいますので、お気を付けください。はい、それではたっぷりレジン液を入れて硬化します。今回は一度で硬化をしました。さあ、どんな感じになっているでしょうか。見ていきたいと思います。 えー、こんな感じで仕上がっております。たっぷりと敷き詰めましたが、あのこのふわふわの猫じゃらしがメインになるようにセッティングできて良かったかなと思います、えー。立体的な素材なので、横から見た時にもあのそのまま立体的に見えるのがとてもいい 感じなんですが素材を押し込むときにパーツの蓋をするときにかなりズレが生じてしまったりするのでなるべくフィットするものを最初に選んでおくといいかなと思いましたこれはキーキャップの素材になるものは全てそうなんですけれども蓋を入れたときにズレ、えー、ないものを 配置するといいかなと思います。たっぷり敷き詰めましたね。素材が出来上がりました。ちなみに試作品、練習用で色違いも作りました。これは気分によって変えてもいいかもしれないですね。それではえホイルをつけていきます。接地面になるところは、あの綺麗な状態で作りたいのでえ、直線にカットしておきました。えノンワイプのトップコートを塗っていきます。で端の部分、弾いてきてしまいますので、えいろんな方向からまずはたっぷりと、 載せておきますこちらですね接地面が広いので、えー、とても難しかったですねちょっと微調整をしつつ、えー、しっかりと密着させますこれちょっと失敗してしまったのがあのモールドがですね少し変形をしてきてしまいました使いすぎてしまったんでしょうねなのであの表面広がってしまったんですね素材を入れすぎたというのもあるかもしれませんが なのであの側面の部分をヤスリで削って、えー、平らにしておくことが大事かなと思いました、えー、これですねホイルをのせた時に少しよれてしまったのが気になっていてやり直そうかなと思ったんですがあの今度はホイルがちょっと足りなくなってしまったので今回はこのままいきたいと思いますちょっと残念ですね。 反対の面は綺麗にいったんですけれども手前側は、えー、モールドが広がってしまったので少し削りを入れたかったなという印象です。はい、土台ができました。そして ホワイトにするかゴールドにするかホワイトにするかゴールドにするかとっても迷った挙げくゴールドにいたしました今回スペースキーだけあのちょっとアクセントになるような感じそしてゴールドが少し思ったより少なかったのでゴールドのステッカーでもいいかなと思いこちらを配置して1、えー、粒クリスタルを乗せておきます。はい出来上がりました 全体の雰囲気はとても好きでえ、余白を残して素材が見えるように配置をいたしました。ですがやっぱり手前側が気になるので、後日直せたらいいなと思います。それではその他の木、え他の木もユーカリの葉っぱでえ統一して作っていこうかなと思いますえ。ユーカリの先端部分を使用します。可愛らしいデザインになるかなと思ったので、このちょこんとデザインされた先端部分を、 てて使っいいこうかなと思います余白の部分に葉っぱを1枚乗せて硬化をしたいと思いますはいこんな感じで仕上がりました蓋をした時に葉っぱを押し込むのであの少し葉っぱが閉じた状態になってしまうんですねなので先端部分をきれいに出すのが今回ちょっと難しかったです、えー、キーキャップ意外と薄いんですよね入れられるスペースが。 それでは、えー、他のキーはホワイトで仕上げていきたいと思います。先端をカットしてこちらも配置していきます。この下に一枚くぐらせておきます。はい。少し広がっているのでピンセットで押さえながら蓋をかぶせます。はい。こんな感じで仕上がりました。 それではこちらにもちょうどぴったりのところを探すんですが、えー、小さめの先端を選んで2本配置をいたしました。これはどんな感じになるんでしょうかね、はい。やっぱり余白部分が少しあるといいですね。そしてこちらのグリーンとっても綺麗で、特に白いステッカーをのせた時にとっても映えるなと思いました。 バランスが難しかったですがキキャプス、シフトキー出来上がりました。それでは今度はエンターとシフトキー少し長めのものですねこちらだけアクセントになるようにこちらのアジサイでデザインをしていきたいと思いますこちらのグレーと紫がかった少し黒っぽい かななり濃い紫陽花の組み合わせなんですがあのとっても上品に仕上がってえパールとゴールドとの組み合わせもすごく良くて、えー、色味的には大人っぽい色にはなるのですが素材が綺麗に浮き上がるのでとっても気に入ったデザインでした。上品で高級感のあるような印象に見えますであのホイルをつけると高級なチョコレートバーみたいな感じに見えました。 そしてこちらはバックスペースですね。今回の中で一番先端部分が綺麗に見えた配置となり、お気に入りのキーキャップとなりました。Ctrl、Windows キー、そして Alt キー。こちらは小さい中にギュッと詰め込んで、立体感のある素材が入っているなという感じがよくわかるキーとなりました。 こちらでスペースキー、そしてその他のキーキャップが出来上がりました。グリーンが鮮やかでとってもいいですね。その中に紫陽花のアクセントが入って、周りをグリーンで囲むようなそんなデザインに仕上げられたかなと思います。 それでは矢印キーを作っていいいきたいと思います矢印の方にはこのユーカリの葉っぱを1枚入れていこうかなと思いますそしてですねこの押し花のようなパーツを使いたいのであの1つ試しに作ってみましたですがあのちょっと分かりにくくなってしまうかなと思ったので、えー、1枚だけ入れることにしたのと 少し小さめの葉っぱにした方がバランスがいいかなと思いましたので小さめの葉っぱで作っていきたいと思いますレジン液を流してゴールドを散らしたらシンプルにこちらだけで、えー、そしてパーツの接続パーツの方に葉っぱをつけておきましたこんな感じで仕上がってますバランスもちょうどいいですねそして矢印の矢の向きに合わせられるように葉っぱの先端を持っていきました こちらはですね右向きの矢印そしてこちらは左向きですね葉っぱの先端を矢印の方に持っていってこちらは下向きの矢印ですはい、これでホイールもつけて土台が出来上がりましたそれでは矢印を書いていきたいと思いますこちらネイル用のカラージェルイタライナーを使って書いていきます 毎回言ってるんですがこういった細かいあの線を描くのにこのカラージェルとても描きやすいです。 硬化が終わって完成です。とてもシンプルですが、えー、他の葉っぱと区別もついて見やすい矢印キーとなりました。それでは数字キーを作っていきたいと思います。数字キーには、えー、こちらの上品な、えー、カラーの色合いで、えー、花びらを立体的に沈めていこうと思います。 この数字キーのモールド、一番深さがありますので、なるべく立体的に花びらが浮いているように配置をしていきました。はい、それでは硬化します。えー、硬化が終わりました。よく飛びますね。はい、一番飛びましたね。こんな感じで仕上がっております。えー、この紫の濃いカラーをなるべく、えー、モールドの側面に沿わせるようにして、 配置をするとちょうどいいバランスになるかなと思いますそしてホワイトとグレーを、えー、前面に浮き上がらせるように配置をしていきますはい、こんな感じで仕上がりましたこちらの花びらはすごく柔らかい素材なのであのー、どんな風に詰めても繊細にふわっとした感じに仕上がるので、えー、とても綺麗でいいなと思いました どれもね、びっしり詰めてるんですけれども、ふわっとした、えー、デザインとなっております。そして、あの濃いカラーは、えー、背面や側面にほんの少し見えるようにしておくと、全体が暗くなりすぎずにいいかなと思います。また飛びましたね。はい、こんな感じで、あのシフォンのリボンがふわっと浮いているような、 えー、透けている感じの繊細な、えー、デザインとなりましたこちらの花びらはですね視聴者の方からいただいたものです、えー、こういった色味をあの使うことがなくてどんな風に仕上がるのかなぁと、えー、楽しみにしておりましたがとても上品に仕上がったので、えー、大変気に入りましたそしたら、えー、数字のステッカーを貼っていきます、えー、記号を貼っ ていないところは、この後ジェルで書いていくところです。 数字キーが出来上がりました、えー。とてもシックで上品な色合いとなりましたが、えー、周りの一番上の列をピシッと締めるのにいいカラーになったかなと思います。高級なチョコレートが並んでいますね。そして数字キーはよく飛びます。 それでは、杖になっている記号キーを作っていきたいと思います。えー、文字列のところに、えー、右2つずつペアになっている記号のキーキャップですね。先ほどのお花を使用します。えー、このくらい茎を残してカットしたら、根元の部分を合わせます。そして、レジン液を流して、えー、動かないように固定をしてしまいます。固定ができたら、そこからレジン液を流し込んで、 もう動かないので触っても大丈夫です、えー、気泡を押し出してからパーツを入れていきます、はい、そしたら、えー、こちらはシェルですね少しだけ差を出したかったので統一感は残しつつペアだけ、えー、差別化したかったのでこちらのデザインにいたしました はい、この茎のカーブを生かしたお花が下から生えているようなデザインで、えー、とても気に入っております可愛らしいですね色味も合っていますし、えー、お花を横から見たデザインにいたしました、はい、そしたらジェルを使ってペイントをしていきます それでは次は3523の列です同じように根元を揃えてからデザインをしていきます こちらで対の記号が出来上がりました薄る見える a シェルの輝きがいいかなと思いますはいそれでは最後のエスケープキーを作っていこうと思います皆様大変お疲れ様でしたこちらのエスケープキーはえカラフルにたっぷりとお花を詰めて敷き詰めていこうかなと思います 今まで使ったこちらの3色をびっしり敷き詰めて、えー、パーツも間に埋めていきますまだスペースがあるので、えー、ここにもそしてちっちゃいお花もこの辺りに敷き詰めたらホワイトそしてシェルものせておきますね背景にホワイトを持ってきましたそれでは硬化したいと思います はい、硬化が終わりました、えー。ここはですね、もうびっしりとお花が詰まった状態のキーになりそうです、えー。そしてですね、今まで使ってきたマットゴールドがなくなってしまいましたので、えー、こちらのゴールドを使用したいと思います。エスケープキーなのでいいかなという感じですね。かなりキラキラな感じで仕上がっております。目立ちますね。はい、そしたらですね、今度は蝶々のパーツを 使っていこうかなと思いますえボタニカルガーデンの雰囲気を出したかったのでこの立体的なパーツを、えー、少し粘度が高めのネオレジンを使ってつけていきたいと思います全体にレジン液をのせたら蝶々のパーツをこんな感じで配置をいたします硬化しました、えー、かなりしっかりくっついているので落ちる心配はなさそうですそしたら一、えー、粒クリスタルを3粒 <laughs>、えー、ここにですね 一つちょんと置いてえ先ほど真ん中にレジン液乗せたのですがやっぱり統一感を出すために、えー、羽の右上につけましたキラッとしていいですねはい、硬化が終わりましたお花に蝶々が集まっているそんなエスケープキーが出来上がりました側面をコーティングして完成ですはい、お疲れ様でしたえこれが最後のエスケープキーですそれでは 早速装着していきたいと思います最後のピースが揃いました長かったですねそれではこちらホージのキーボードに取り付けていきたいと思いますこんな感じで外していきます茶軸ですね茶軸の方が少し音が柔らかいそして押し心地も柔らかいですそれではいつも緊張するスペースキーなんですが取り付けていきます はい、大丈夫そうですねしっかり装着することができました、えー、今回スペースキー一度で硬化したんですけれどもやっぱり反りがなく、えー、綺麗に仕上げることができましたよかったですそれでは最後のエスケープキーを装着しますこの循環がですねいつもできたという感じですね立体的なパーツもあの取れそうな心配もなく押しても大丈夫でした はいボタニカルキーボードこんな感じでお花がいっぱい咲いたお庭のようなガーデンのような印象で作ることができましたグリーンのユーカリが本当にいいですね私はやっぱりグリーンが好きみたいです光らせるとこんな感じで側面はこういった仕上がりでできてます、えー、今回このホイルを一面ずつ、えー、つけていくのがやっぱり 一番大変で時間がかかかったとところかなと思います最後の方はですね継ぎはぎだらけになってしまって寄せ集めて何とか、えー、作ったんですけれども最後のエスケープキーまではどうしても間に合いませんでした、はい、チェックをしております音があのあまり違いがわからないかと思うのですが、えー とても柔らかい音そして押し心地ですボタニカルキーボードにはぴったりだったかなと思いますすて、えー、てのキーがししっかかりり押せるかを確認しておりますそして確認をしていたらここですね P と記号のキーが接触してしまいましたねなのであの片方を押すと片方が動かなくなってしまうということになってしまったのであの 試作品で作っておいたピンクが残っていて良かったです、えー、代わりのものがありましたので、えー、こちらを新たに作ってしっかり押せるようになりました、えー、キーキャップ作りそういったところがやっぱりたまに難しいですね、えー、接続パーツを中央に持ってこないと今みたいなことが起きてしまいますそれではしっかり打てるか、えー、タイピングしていきます for my english subscribers thank you for watching this long time video and yes it was really hard this time i made a natural botanical keyboard but a natural material was it was really hard to to make like each time every time is different so it takes a time but thank you very much again for watching long time this video thank you i hope you guys are going to have fun with the UV resin artwork and i'm going to introduce more keyboards and i'm going to make more new keyboards so please subscribe my youtube channel and i hope see you guys in the next video <laughs> それでは最後までご視聴いただき本当にありがとうございました今回のビデオはですねとっても長くなってしまいました、えー、やっぱり時間がかかったのでどこをねカットしようかすごく悩んでしまって、あのー、全部入れておきました本当にありがとうございます、えー、肉球キーキャップだけまだ使っていないので早く使いたいなと思っているのですが、あのー、シリコンモールドちょっと壊れたものも出てきてしまいましたス、えー、スペースの ティーキャップもあのちょっと壊れてきているので、新しいのを買わないといけないなと思っております。それでは、えー、最後までご視聴いただき、本当にありがとうございました。チャンネル登録、Twitter、Instagram、TikTok などもやっておりますので、えー、概要欄の方からぜひチェックしてみてください。えー、使用材料はあの記載できるものは記載しておきますので、えー、概要欄の方からご確認ください。今回もありがとうございました。